2000年8月に浸水された鈴木 CJOY FF230。 ここにこう刺して、ここにこうボルト締めして、こっちからこうできるようになってるんですよ。はいはい、ここにくくりつけて。そうですそうです。もともとその買ってきた時から穴は多分一つも開けてない。確かにビス穴がない。こういうのももともとあった穴を利用してしてるんです。で、一応定員は7人までいってます。自分5人してるんですけど、はい、マックス。あ、今は5名で。今は5人です。マックス7名まではいけると、はい、あ、結構綺麗にしてらっしゃるね。ここにあの、なんていうんですか、あの滑り止めの、一応ですね、危ないんで、うん、これと結構高くしてありますね。ね、ここまであるのね、かなり丈夫に作ってます。作ってもらってます、ね、普通のやつよりも多分大きいと思います。あ、太いパイプがね、太い太い。人気のウォークアラウンド、よくメンテがされてますから即乗り出しが OK です。シンプルなデッキ、表面はがっちりしていました。あ、ここがあの修正してあるね、ちゃんと。あ、窓も打ち替えてあるね。ちゃんとしてあるわ。これと、これ2台。これは取り外す。取り外します。これはですね。これ同じ、全く同じです。全く同じです。今日持ってきてないですけど、フソーの古いタイプを、はい、GPS をつけます。これは前にもつけれるようになってる。線が来てるんですね。ここに入れて、はいはいはい、前でも見れるように見れるようにしてると。だからこのアクリルにしてるんですね。そうですね。アクリルのライト、ここにもある。これつけて。あの2つが100ボルトですけど、あれは200ワットかな。これもこれ、ね、全部12です。全部12です。で、この黒い方がプラスです。これがワイパーと、あの水シャーッと出る。あ、水も出るし、あ、動かんじゃん。一応動くんですけど、ね、動くようにしときます。はいです。これは、高解凍と全部です。ああ、ライトなんですね。ピーッと鳴ってからの点滅がパッパッと2回あって1520時間ぐらいですね。ご指摘ありがとうございました。ここにね、前椅子かなんか置いてたんでしょうね。これは前のオーナーさんが開けられたそうです、まあ、ピシャッと補修してありますけどね。振動子、はい、ギュッとこう下がるわけですね。温度が全然違うんですよ、なるほど。うまいこと作ってありますね。触れた時は上げて、ね、基本的に穴も開けてない、ビスも開けてない。外したら綺麗なあれです。もともとあった やつなんで、うんうんうん、穴が。そしてここが、こっちも振動子、これが前の、はい、あのフロントデッキについてある振動子。そうです、そうです、の振動子、鈴木の純正ですね。純正です。ここが、これ池間ですね。あ、池間大きい方だと思いま す、ね、それでは元にしては、バッテリーが2つ。これが水中ポンプですね、はいはい、でこれが洗濯機の、あ、洗濯機洗うやつ。このコンセントに挿してもらえば、はい、洗えます。あ、ポンプがピュッとこう動いて、まあ、回ります。ここ行った所、はい、で普段はこっちでしてますので、ここですね。その辺の足回りのオーリングパッキンは全部すべて交換してますので、5月に。
とマリナーに任せてはいるんですけど、200時間ごとにピシャッとオイル交換されているようです。整備記録もあります。音が静かだから。もう流し釣り専用なんで、ほとんど流し釣りなんで、高回転で回してる時間じゃないんで。うんうん、